トーマス・ジェファーソンが描いたワシントン DC のスケッチ1791年3月首都立地法はアメリカ合衆国の首都をどこに置くかという問題を解決した連邦法である。公式の名称はアメリカ合衆国政府の暫定的及び恒久的所在地を決める法である。この法によって首都はポトマック川沿いに置かれることになった。 連邦議会はこの首都立地法を、ジェームズ・マディソン、トーマス・ジェファーソン及びアレクサンダー・ハミルトンの間の妥協の産物として成立させた。マディソンとジェファーソンは、首都の立地として南部よりのポトマック海岸を押したが、議会に通すには多数派を掴んでいなかった。一方、ハミルトンは、アメリカ独立戦争の間に各州が追い込んでいた、負債を連邦政府が肩代わりする。 法案である片代わり法案を成立させようとしていた。この妥協のために、ハミルトンは、ポトマック下半案に対するニューヨーク州議員の支持を取り付け、一方バージニア州の議員が片代わり法案を支持した。首都立地法は、ジョージ・ワシントン大統領に、首都の立地場所をポトマック下半に選定する権限を与え、 その使用開始の最終期限を1800年12月と定めた。一方、フィラデルフィアが暫定首都に選定された。ワシントンは3人のコミッショナーを指名する権限があり、ワシントン DC で連邦政府の建物建設を監督することとされた。ワシントンはその建設に個人的な興味もあった。トーマス・ジェファーソンは ワシントンに対する重要なアドバイザーであり、アメリカ合衆国議会議事堂と大統領官邸の設計を募るためにデザインコンペを行うことを助けた。議事堂の建設には資金不足などの問題があって難航し、ここで議会が初めて招集された1800年11月でも部分的な完成しか見ていなかった。アメリカ独立戦争の間、第二次大陸会議は、 フィラデルフィアのペンシルベニアステートハウスで招集されていた。イギリス軍からの脅威があったために大陸会議はボルティモア、ペンシルベニア州のランカスター、同じくヨークに移動を強いられ、その後にフィラデルフィアに戻っていた。独立を達成する過程で連合会議が結成され、1783年6月までフィラデルフィアで招集されたが、 この6月に起これる兵士の暴徒がインデペンデンスホールに集まり独立戦争に従軍した時の給与の支払いを要求した。連合会議はペンシルベニア州知事のジョン・ギキンソンに会議を抗議者から守るために民兵隊の召集を行うよう要請した。この暴動は後に1783年のペンシルベニア反乱と呼ばれるようになった。 この時リキンソンは抗議者に同情的であり、フィラデルフィアから抗議者を排除することを拒否した。その結果、連合会議は6月21日に、ニュージャージー州プリンストンへの移転を余儀なくされ、さらに、メリーランド州アナポリス、ニュージャージー州トレントンと当たり歩き、最後は、ニューヨーク市に移動していた。1789年。 アメリカ合衆国憲法の批准とともに、アメリカ合衆国議会が形成されたが、この時以降も議会はニューヨーク市に泊まり続けた。どこを首都の場所とすべきかについては1783年に問題提起されていた。各州から多くの場所が首都の候補地として提案された。例えば、ニューヨーク州キングストン、ニュージャージー州ノッティンガムタウンシップ。 メリーランド州アナポリス、バージニア州ウィリアムズバーグ、デラウェア州ウィルミントン、ペンシルベニア州、レディング、同じく、ジャーマンタウン、同じく、ランカスター、ニューヨーク市、フィラデルフィア市、ニュージャージー州プリンストンなどがあった。しかし、南部州は首都を北部の州に置くことを認めようとしなかった。二つの首都を作るという提案もあった。 連合会議は1783年にメリーランド州ジョージタウン近くのポトマック下半と別にデラウェア川沿いの首都案を承認したがこの計画は翌年には撤回された首都の立地選定問題は数年間棚上げされ1787年の憲法制定会議で取り上げられたこの憲法の第一条第八説では次のように記されている ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵賞、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。 シュトリッチに関する議論は1789年にアメリカ合衆国議会が招集された時に加熱した。議員たちが押す場所は2つあった。1つはジョージタウンに近いポトマック下ンであり、もう1つはライツフェリーに近いサスケハナ下ンだった。1789年9月に下院でサスケハナ下ン案が承認され、一方上院ではペンシルベニア州。 ジャーマンタウンに近いデラウェア川沿いの地を特定し、この時は合意が得られなかった。シュトリッチ法は1790年に連邦議会がニューヨーク市のフェデラルホールで開かれている時に成立した。シュトリッチの問題は1790年の夏に再度表面化された。これと同時期にアメリカ合衆国財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは 国の財政計画について議会通貨を働きかけていた。ハミルトン案の重要な条件はアメリカ独立戦争の間に各州が追い込んでいた負債を連邦政府が肩代わりすることだった。北部州の負債は総額2150万ベイドルに上っていたので特に連邦政府による肩代わりの要望が強かった。連邦政府による肩代わりが認められると南部の住人は 北部の負債の一部負担を強いられることになるので、この提案を飲むことをためらっていた。バージニア州を含むいくつかの州はその負債のほぼ半分を召喚してしまっていたので、その納税者たちが利益にならないことに再度負担を強いられるべきではないと考え、ハミルトンの計画が新しい憲法で規定する政府の権限を超えているとも主張していた。 当時バージニア州選出会員議員だったジェームズ・マディソンは南部の議員団を率いておりハミルトンの計画の成立を阻もうとしていた。ジェファーソンが1790年6月下旬にニューヨーク市にあるワシントン大統領の居宅でハミルトンと出会った時にマディソンとハミルトンを同席でディナーに招待したいと申し出た。その結果として妥協が生まれることになり 北部の議員団は南部寄りのポトマック下半に首都を置く案に同意し、その見返りに南部の議員は連邦政府が州の負債を肩代わりする案に同意することになった。ジェファーソンはジェームズ・モンローに宛ててこの妥協を説明する手紙を書いた。アメリカ合衆国議会第一議会はこの妥協に同意し、首都立地法は禁鎖ながら成立した。 ジェファーソンは、不債処理条項のある、法案に対して、バージニア州選出議員の支持を取り付け、ハミルトンは、首都の立地として、ポトマック下半を選ぶ、法案に対して、ニューヨーク州選出議員を説得して賛成させた。首都立地法案は1790年7月1日に、上院で、賛成14票対反対12票、7月9日に、 会員で賛成31票対反対29票で可決された。連邦政府肩代わり法案は1790年7月16日に上院で僅差で成立し、会員は7月26日に通った。首都立地方では、その場所として、ポトマック下半の東支流とこのゴチェグの間、10マイル、四方すなわち一辺が10マイルで、面積は100平方マイル、 259平方キロメートルを超えないこととされた。この方ではコミッショナーたちが連邦政府の用途で取得できるポトマック側のメリーランド州側に制限していた。この方ではジョージ・ワシントン大統領に正確な場所を決定し測量士を雇う権限を与えていた。大統領は連邦議会とその他役所のために適当な建物を1800年1月の 1> 第1月曜日までに準備することが求められ、連邦政府は、あらゆる公共的建築物に対する予算の手当てを、することとされた。この法では、領土の一部を割いて、連邦政府の領域に提供される州の法律がその、領域に適用されることを規定した。具体的には、メリーランド州法は、ポトマック下半島岸に、バージニア州法は、 コロンビア特別区の西側に連邦政府が公式に立地されるまで適用されるものとした。1800年に連邦議会が連邦政府地区の管理を受け取る際にコロンビア特別区内の事情について全ての権限を取得することとされた。ハミルトンは連邦肩代わり法案の成立に必要な票を確保するために ペンシルベニア州議員団の票も味方につける必要があった。このために、連邦政府の高級的首都が完成するまでの10年間、暫定首都としてフィラデルフィアを指定することを決めた。連邦議会は1790年12月6日、フィラデルフィアのコングレスホールで再召集された。フィラデルフィアの大統領官邸。 この官邸は1790年から1797年まで、ジョージ・ワシントン、1797年から1800年まで、ジョン・アダムズ両大統領の官邸として使用された。アダムズは1800年11月1日に、ワシントン DC に建設された、ホワイトハウスの最初の住人になったポトマック下半に、首都を建設する計画が実現せずに、 首都が、いつまでもフィラデルフィアに泊まることを望む者もいた。しかし、ジョージ・ワシントン大統領は、迅速に行動を開始し、ジェファーソンと共に自らその建設計画が立てられ、実行されるのを監督した。ひとたび高級的首都の計画が立案されると、ペンシルベニア州の大議員団は、フィラデルフィアにおける、連邦政府建物は、大統領官邸の維持予算を割り当てるなど、 首都建設計画を潰す方向に動き続けた。首都建設法は正確な位置を規定していなかったが、ジョージタウンが首都になるものとみなされていた。ワシントンはジョージタウンの南東部アナコスチャ川近くの視察を始めた。そこの土地所有者の中には首都のために進んで土地を売るつもりがあるとワシントンに伝える者も,もいた。ワシントンは ポトマック下半の別の土地も視察した。その後いくつかの土地について具体的詳細と所有状況を知るために調査させることにした。ワシントンは1790年11月にフィラデルフィアに戻りトーマス・ジェファーソンと首都立地法の実行案を協議した。この時にジョージタウンがその金傍に立地を定めることとなった。ジョージタウンは 滝線のすぐ下にあり、外洋線が、航行可能なことでは最も内陸にあった。1791年3月30日に、ジョージ・ワシントン大統領が書いた、声明書。連邦政府の首都ワシントン DC に提案する、協会を指定している1791年1月、ワシントン大統領は、首都立地法に従い、ダニエル・キャロル、トマス・ジョンソン、 デイビッド・スチュワートの3人を首都建設のコミッショナーに指名した。その委員会には連邦政府地区の測量を監督させることとし、測量士にはアンドリュー・エリコットを指名した。ワシントンは1月24日に議会に対して立地選定結果を伝え、さらに東部支流の南のバージニア州。 アレクサンドリアまで首都が広がることを認める、要首と立地法を修正する提案を行った。議会は、大統領の変更提案に同意した。しかし、法の原文に対する関わりがあり、修正案では、ポトマック川のメリーランド州側以外では、公共建築物の建設を禁じる条項を入れた。1791年早春には、都市建築家のピエール・シャル・ランファンが、 首都の都市計画作成を始めた。アメリカ合衆国議会議事堂と大統領官邸の設計を募るためにデザインコンペが行われた。ホワイトハウスのデザインには建築家のジェームズ・ホバンが選ばれたが、議会議事堂のデザインには満足できるものがなかった。期限を過ぎて提出されたウィリアム・ソントンの議会議事堂デザインが選ばれることになったが、その計画は多くの面で、 素人のものだった。建設を監督させるために、スティーブン・ハレットが雇われ、1793年9月に着工となった。ハレットは、ワシントンやジェファーソンの意に反して、設計に変更を加えることが多かったので、結果的に解任された。1795年10月に建設監督として、ジョージ・ハドフィールドが雇用されたが、 ソーントンの計画と、それまでになされた、工事の質に不満を抱き、3年後の1798年5月に、辞任した。首都立地法の当初の意図には、ワシントン DC の区画を売り出して、その利益で首都の建物建設費用を補おうとしていた。しかし、その区画を購入する者が、ほとんどいなかった。資金不足のために、 ワシントン DC での議会議事堂や、その他政府建物の建設に遅れなど問題を生じさせた。1800年に上院の翼が完成したが、会員の翼の完成は1811年になった。しかし、会員は1807年に下院翼に移転した。建物は未完成だったが、議事堂では1800年11月17日に最初の会期が開催された。 ジョン・アダムズ大統領の奨励で議会が、恒久的に、ワシントン DC に移された。アダムズは、大統領として2期目の選挙で、南部州の票を当てにしていた。首都のバージニア州側住人は、連邦首都に含まれた領域をバージニア州に戻すよう、請願して成功した。これは1846年7月9日に、成立した。 アレクサンドリア軍は現在アーリントン軍とアレクサンドリア市の一部になっている。ありがとうございます。